皆さんこんにちは、エビサーです。エビチャンネル、今回は実際にあった瞑想仮想の4。さあ、その4なんですが、まあ師匠の話をしたので、日本の時の師匠馬込勇先生についてもやっぱり話しておこうかなと思います。で、まあ馬込先生は僕が楽器を始めてからずっと習った人なので本当にお世話になったんですが、まあ馬込先生になんでファゴットを勧められたか、その元々僕は学校、その高校に行くときにオーケストラ部がある高校を選んで、そこに入ってオーケストラ部でトランペットを吹いていたんですが、そしたらたまたまファゴット協奏曲をやりに馬込先生が来て、でその時に楽器を吹いてない自分を見て、なぜか、まあ僕は楽譜を読んでたんですけど、楽譜読みながらファゴット協奏曲を聴いていて、そしたらなぜか、君ファゴット吹いたことあるかいって言われて、ないですって言ったら、じゃあ吹いてみようかって言って吹いたんですね。でそこでたまたま音がしっかりと出てしまって、そこから引きずり込まれた感じなんですけれども、まあそこから本当に音楽の道に進んだので、僕を音楽の道に引き入れてくれた先生なんですが、もう馬込先生といえばやっぱり海外にずっといたんですね。僕が会った時は40まだ半ばだったと思うんですけど、40前半かな、ちょうど日本にオケを辞めて帰ってくる時期で、でそれまでは20年ぐらいリンツ・ブルクナー管弦楽団というところの首席ファゴット奏者をやっていました。でそのウィーンの時に習っていたヴェルバとも同じ時期に同じ門下生で、ウィーン国立音大で勉強していて、でそうですね、とにかくウィーンではこういう風に教えられたっていうのをよく言われて、そのウィーンでの例えばアーティキュレーションだったりだとか、演奏の仕方、舌のつき方、指とかもウィーン式で教えられましたし、もう本当にウィーンを受け継ぐ日本人という感じでした。僕がすごく印象に残っているのは、一回もう習い始めてそんなに経ってない頃に、そんなに練習していかなかった時があったんですね。で全然吹けなくて、そしたらちょっと楽器置いて座りなさいって言われて、でソファーに座らされて、で君はファゴット奏者になりたいのかって言われて、なりたいんです、だったらもっと練習しなさい、僕は君をプロにさせるために教えてるんだから、今みたいな練習量じゃ困るっていうふうにはっきりと言われて、でまあ君はこれから結婚もそのうちするかもしれないけれども、女に養われて暮らしていくのと自分で稼いでちゃんと暮らしていくのどっちがいいか考えてみなさいっていうことも言われたりとかして、なるほどと思って、まあ音楽家が暮らしていくのっていうのは難しいですけれども、やっぱりその中でこう厳しい世界を戦っていくために自分も 100% 頑張んなきゃいけないなっていう時に、その時にそれを思いましたね。でそこからまあ僕はあのヴェルバの下りでも言ったように、すごくその時はすごく感動して頑張るんですけれども、気分屋なのでまあ頑張んない時も多々ありましたが、まあやっぱりちょっと頑張んない姿が見えると、やっぱり馬込先生もヴェルバと同じように常に 100% を出しているようなタイプの人なので、やっぱりちょっと気が抜けてるのっていうのはすぐわかるんでしょうね。ですぐ怒られましたね。最近はもう随分優しくなったみたいですけれども、もう僕が習ってた頃はまだ厳しくて、でちょっと練習サボってるような感じが見えたらすぐ怒られたりとかしてました。でまあ馬込先生はすごく独特な音で、もうそれは CD を聞いてもわかると思うんですが、とにかく柔らかくて、広がりのある音ですね。これがまあ録音にちゃんと入ってるかどうかっていうとすごく微妙なところで、あの音を録音で掴むっていうのもまたすごく難しいことだなと思うんですが、
実際に僕が習ってた頃の馬込先生っていうのは音自体がすごく大きかったですね。だけどその広がりのあるホールにすごくこうホールを包むようなそれだけこう響きのある音を出していたんですが、残念ながら録音ではそこにこうあんまりそういうところが見られないっていうのがちょっと残念ですが、でも生で聞いたら本当に包み込まれるようなその柔らかい音に 全体が包み込まれるようなそんなイメージの音でした。そしてやっぱりとても情熱的でしたね。でその本当に情熱的にガッといくのはやっぱり馬込先生を見ていて、ああそうかこういう風に演奏していいんだなっていうのがあるから、やっぱ基礎として自分も常に情熱的にやっていこうっていう風に思えた、本当に自分の演奏家としての自分の根本になるこのハートの部分を最初に教えられた先生だなと思います。そんなのも CD などで入ってると思いますので、ぜひ CD など聴いてみてください。いかがでしたでしょうか。これからも音楽のさまざまな裏話を語っていきますので、もしよかったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。